どうもカタール TV でーす。カタール TV でーす。本日の選手は、あれなんかすごい音が聞こえますね。ちょっとこれはちょっと待ってください。すごい、すいません。すごい男子。すいません、中西選手、はい、すいません、今踊り込む中やったんですか。あ、大丈夫です。すいません、いつもやってるんですかこれ。いや、日課なんで。あ、そう、すいません、ちょっと本当お邪魔しちゃって、すいません、本当ダンス中に。あ、笑顔いいですかね、いつもの。あーらす、あーいや、綺麗。あーらす、うん、素敵。中西くん、はい、なんか中西くん、変わったっていうか、まあ趣味があるって聞いたんですけど。はい、アニメ鑑賞ですね。あ、アニメ鑑賞、はい、え、なんか代表作みたいなのあるんですか。いや、あんまり知られてないですけど、はい、ホワイトアルバム2っていうのがはいはいはい、僕のおすすめですね。あ、本当に。え、内容的にはどんな感じですかね。主人公の男の子と、はい、周りにいる女の子2人の三角関係なんですけど、そこがいいですね。あ、そうなんですか。そうなんですね。あ、そういう恋愛系な感じのやつをちょっとよく見たりするんですか。はい。あ、そうなんだ。じゃあ中西選手、ちょっとここで自分のプレーの特徴、はい、教えていただければ。やっぱ身長も高いですし、はい、スピードもあるんで、前線で起点となるプレーもして、はい、あと裏にも抜け出して、はい、点に絡むようなプレーが持ち味です。いや、さすがだ。さすがだね。いいね。あ、ちょっと今年の目標と、ファン、サポーターに向けてのちょメッセージをお願いします。今年チームの目標は J3 優勝で、個人的には試合に出て優勝に貢献できるようになっていくことが目標です。はい、あ、本当ですか。あ、じゃあ中西くん、ちょっと先ほどお邪魔したんで、もう一回ちょっと、はい、もう続き、お先、あ、すいません、先を、その先を、ちょっと続きを申し訳ないですね。はい、すいません、じゃあちょっと失礼するんですけど、大丈夫ですか、中西くん。それ、中西くん、こっち向けながらやってもらっていいですか。なんかしら笑顔で笑顔ください、笑顔、笑顔くださいありがとうございます。すいません、どうぞ、ちょっとまだやってみましょう。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。356の部屋に来ています。入ってみましょう。もう足が見えていますね。誰だ、おっと、永井選手。何これ。カターレ TV、カターレ TV、カターレ TV? うん、早いな、カターレ TV。てか、ケンゴ、相当身長伸びてない？このキャンプで。そうだよ、俺このキャンプめっちゃ伸びた身長。いや、やばいね、これ、うん、でかすぎでしょ、これどうしたのこれ。え、まあベッドがちっちゃいっていうのもあるよ、ね。うん、なんでなの。なんか、下で売ってんだけど。うん、え、何それ。身長伸びる用水。あ、え、そう何これ。これ飲むと、1日10センチ、うん、これ飲むと1日10センチ1日10センチ伸びる。いや、それはすごいな。でしょ、もう足自由だから今こっち。いや、この足がすごいんだよ、これが。ほんとすごいんだよ。そういやー、すごいね。ちょっといいかな、これカタール TV だから、ちょインタビューいい？うん、いい。大丈夫？うん。自分の特徴教えてください。自分の特徴。はい、そうですね、自分の売りっていうのはキックの部分かなと自分で思います。うん、まあそれは攻撃の第一歩になる、うん、まあカウンターだったりというところをもう常に習っているので、アシスト、うん、今シーズンの目標はアシスト、うん、アシストしていきたいなと思います。なるほど、はい、いいですね。はい、じゃあファン、サポーターへのメッセージっていうのをお願いしたいんですけど。そうですね、はい、まあ今年 J3 という戦いで、まあ1年 J2 復帰、はい、まあそこを目指して頑張っていきたいのと、はい、まあもっともっと富山県でサッカーが盛り上がっていければいいかなと、はい、まあ、どんどん盛り上げていきたいなという気持ちはあります。ああ、なるほど、
ありがとうございます、永井選手。てか、健吾お前、なんかそんなでかかったっけ。いや、こん…実は…てってれーてってれーてってれーラッスン戻れないラッスンが折れないラッスンが折れないちょっと待って、ちょっと待って、ラッスンが折れないラッスンが折れないちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんラッスンが折れないちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんラッスンゴリラなんですの